皆さんこんにちは。こんにちは。周防大島町社会福祉協議会がお送りします。社協の島巡りがスタートいたします。社会福祉協議会は地域の皆さんのご協力のもと、すべての人が住み慣れた町で安心して生活することのできる福祉の町づくりの実現を目指して様々な活動を行っています。そこでこの社協の島巡りでは、社協の活動を紹介し、元気な周防大島の様子をお伝えしていけたらいいなと思っています。そしてこの社協の島巡りという名前ですが、周防大島を豆に巡る、島豆巡るという言葉を合わせて島巡りとしています。豆とは周防大島の方言で元気、真面目、達者ということなので、この番組にぴったりということでつけました。ここ周防大島町でも2人に1人が65歳以上という高齢化社会です。福祉という言葉を聞いてまず頭に浮かぶのはお年寄りというイメージなのですが、小さいお子さんからお年寄りまで全ての方が元気で幸せに暮らしていけることを目標にしています。そしてそんな理想を追い求めていく社会福祉協議会の事業、そして職員の皆さんを少しずつ番組の中で紹介してまいります。この番組をご覧になって、もっともっとお気軽に社協にお立ち寄りいただけたらいいなと思っています。そんな素敵な番組作りに携わることになりました。私たちの紹介をします。どうぞ。改めまして、こんにちは。こんにちは。今回から始まります社協の島巡り、お送りしますのは社会福祉協議会米重美和子です。よろしくお願いします。そして今回の案内人は、はい、東和地域を担当してます松岡哲夫です。よろしくお願いします。さて、社協の島巡り第1回目のコーナーは島の豆っとのコーナーです。はい、島の豆っととは、私たち社協職員が地域のふれあい生き生きサロンにお邪魔して元気の秘訣を伺う大島の元気発掘コーナーです。豆っとの豆とは、番組の冒頭の由来でお話ししました大島の方言で達者、元気といった、意味がありますよね。そうですね、はい、はい。そこで今回松岡さんは東和地区の大津見で開かれていますすこやかクラブというサロンにお邪魔させていただいたんですよね。はい、私もサロンの方々も初めてのインタビューでちょっぴり緊張してますが、そちらの様子を早速ご覧ください。どうぞ。どうぞ。大津見で行われているこちらのサロン、すこやかクラブでは、近所の方々が集まり、ゆる体操が行われています。ゆる体操とは、ソフトに、デリケートに、無理なく取り組む体操で、いつでも、誰でも、どこででも行えるということをモットーにしています。気持ちよくさすり、全身の力を抜いて体を揺すったり揺らしたりして全身のコリをほぐしていくんですね。緩むことによって免疫力や新陳代謝も高めてくれるそうですよ。背骨の周りの筋肉を柔らかくするんです。またから下腹、静下丹田といいます。ここに思い切っていく。このサロン代表の川岡さんにお話を伺ってみました。はい、このすこやかクラブはいつから始まったんでしょうか。12年前ですから平成15年の4月ですね。12年目です、うん、始まったきっかけというのは、あの
大島に帰ってきてね、結構病人が多いし、なんとか元気になってもらおうというので、いろいろ検討してたんだけど、当時の社協の前哨さんにサロンをやったら少し社協からも応援出ますよと、お金がね、支援が出ますよということで家を使ってやることになる、ね、はい。このサロンの自慢は何か？みんな元気ですからね、これが一番の自慢ですね。97歳、95歳89歳平均年齢といたしますと、もうほとんど90に近いでしょう。素晴らしいメンバーですよね、はい、こんにちは。はい、こんにちは。このサロンに来始めたきっかけは？きっかけはね、川岡さんが帰られて、はい、これはゆるたいそうを始まったところに、発祥の地でここ。あ、ここ、そうですよね。で、それからずっと今まで十何年、一日も休みなしにこう出社来ていますと。はい、はい、それから耳が遠いけになかなかええことにならない。通い続けてよかったなと思うことは何でしょう。このおかげでね、元気でずっと今まで97歳まで生きられて、この川岡さんのおかげです。こんにちは。すいません、女性にね、ご年齢をお伺いするのはちょっと失礼なんですが、今、女性の最高齢とお伺いしたんですが。いいえ、あんたよい、恥ずかしい。このサロンも始まった時から来られてるんですか？はい、はい、そうです、うん、ここでね、川岡さんにお世話になります。ああ続けられていかがですか？はい、いいです、とっても元気でね、おかげさまでよいよ、元気で、先生のおかげよね。うちのお父さんもなかなか元気でおかげです。あ、そうですね、はいはい、じゃあもうお茶といただいて、はい、おしゃべりしましょう。あ、はい、ですか、すいません。はい、ありがとうございます。年末にあれ作るじゃん、締め方や、あれ作って。こちらのサロンにあののど自慢に出られた方がいらっしゃいました。昨年ですね、はい、秋頃に、そうです、素晴らしい特別賞をいただいておりましたね。そうです、あちょっともなりませんね、これは。その時のご感想は、ご出演の。そうですね、まあまずそののど自慢の舞台裏が大変だということを一つ。あ、そうなん、舞台裏が、舞台裏と言いますと、あれ20人寄り出すのに250人をね、はい、全部一番終わりまで歌わせて、これから20人寄るんですからね、なかなか大変じゃっていう、その舞台裏がよう分かったというのが何よりですね。まあもちろん私が歌わせてもらったから、いろいろ反応も、アメリカからもすぐ明くる日にね、見ましたねっていう電話がかかってきましたよ。はい、今ご覧いただきましたすこやかクラブなんですが、周防大島ゆるクラブ会長の川岡さんがゆる体操をされているんですよ。あ、そういえば私も以前こちらのサロンにお邪魔させていただいたことがあるんですよ。とても和やかな雰囲気のサロンですよね。そうですね、皆さんすごくはつらつとしていても、私が元気をもらいました。90歳代の方も多いということなんですけど、皆さんの元気の源とか秘訣っていうのがこのサロンの中にもあるのかもしれませんね。そうですね、そしてこのサロンの時間を皆さんがとても楽しみにしている様子がとっても伺えました。そんなふれあい生き生きサロンですが、自分たちの住んでいる身近な場所で気軽に集い、仲間づくりや生きがいづくりを行うことを目的としています。ふれあいきいきサロンでは、参加者の方はもちろん、私たちも自分たちでこんなことをしてみたいなという新しいサロンの立ち上げも募集しておりますので、お気軽に社会福祉協議会までお問い合わせください。はい、
第1回目の写経の島巡り、いかがでしたでしょうか。素敵な豆に出会えましたね。お、私この豆育てようと思います。え、こんなところにちょうどいい鉢が育つの。これからも素敵な豆に出会えますように。はい、ということで今回はこの辺りでまたお会いしましょう。